おはようございます。ゴブリンズマーケットの山です。トロピカル TV の和樹です。こんにちは。こんにちは。今回は、はい、待ってました。三択さんの。ま、パスタクジーワンマックス。おお、買ってきた昨日。タイムリーな。はい、結構言われてて、まあ、G1 もう一回やらないですかとかいろいろ言われてて、 G1 嫌いってずっと言ってんねんな俺ら。うち評判悪い。評判悪い。しかも珍しい、全員嫌いって。全員揃いも揃って嫌いや。カズキはどうなん？僕使ってました、一時。あ、そうなんや。ひょうひょうにする前に。あ、な、はい、あ、やめたんや。僕好きです。あ、そうなんや。あ、じゃあ好き派や。はい。で、苦手派で、俺も苦手派やから、で今回この G1 褒めたい。俺は久しぶりにやっぱ、うん、たくさん褒めたい。うん、やっぱ褒めたいだから。あのラケットね、いつもフォルティウス、はいはい、あっち貼るやんか。5枚が確定したんですね。うん、あんねんけど、今回もそいつ使う。そいつ、うん、7万弱、うん、これ使って悪かったらもう悪いから。間違いない、うん、だって物いいやつ使ってる。そう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 、だから参考にはならんかもしれん、もしかしたら。でもこれは俺らと新宅さんの戦いやねん。入りたくないな、俺さ。俺入りたくないよ。戦いに巻き込まれた。流れ玉飛んでくるから気つけて。嫌なんやけど俺さ。僕好きなんで、僕は。そうやな、やりますよ。うん、新宅さん好きやもんな。え、でもジーガーの時も俺は嫌いじゃないって言ったで。あ、そうなの。そうそう、まあまあ頭も走ったし。価格、はい、6000円プラス税。安いな。まあ普通の G1 シリーズと同じ。そうやな。ただ厚みの種類が増えただけ。そうやな。だからここで価格をこう変えてくるメーカーとか多分あるんかないんかな。あるやん、あるやん。あたっけ。どこ。ビクタス。コードで金額ちょっとちゃうみたいな。あ、そうそう、変えてくるのあんねん、やっぱり。こういうとこよなって言ってんねん。じゃあほんまにやめよう。切ってな、切ってな、うん、ビクタスも嫌われたくないよ。俺は独立するからあかんねんって。俺はどこにも好かれていきたい。なんか今カズキ関係なかった。じゃあ待って待って、もう一回させてくれやろ。貯金情報お願いします。はい、まずこの方、はい、ロケットで安いな。 G1 シリーズと同じな。他のメーカーとかやったらコードだけは買いにくいすもんな。でも見た感想せえへんから、そこが好きや俺は。まあまあ日本で一番売れてるラバーですからね。はいはい、今さら僕らが説明する必要もなく、もうさっさと打てよって多分思ってる方いっぱいいらっしゃるので、早打ちましょうか。はい、あの和樹今日手伝ってくれるから、あのチャンネルに、あの概要欄に、お願いします、はい、貼ってるんで、ぜひ一回遊びに行って。今なんか女の子と一緒に卓球したりしてるもんな。名前なそこだけ聞いたら気がいいやな。あの中国旅行してきた。中国旅行。それでは品をやっていきたいと思います。チェスト。はいよ。めっちゃいいです。なんか言ってんな、でもな。ただ違いが分からん。特価より、うん、マックスの方が柔らかい気がする。ああ、まあまあまあ、まあ、しっかり売ってる感が。あ、なるほどね。はい。一応今日な、G1 の特価用意してるんよ。あ、そうなんですか。そうそう。それで後でこう打ち比べみたいなできるから。あ、本当ですね。うん。できるから準備してますんで。すげえ。うん。うん。どうした？ラケットがいいんかな。なんかな、ずっと俺黙っとってんか、完全ラケットやなと思って。ラケットの性能 100% です。でもめっちゃいいんすよ。組み合わせがいいかもしれない。あ、なるほどな。おお。ガチで。いや、お前謝る気ないやろ。あ、なあ、こいつ悪いで。なあ、カズキがいいって言ったからちょっと本気になったよな、チョリな。ちょっと高さ変えていく。そうやろ。いや、でもいいけどな。まあ、でも怪しい落としいいんだ。うん、ちょっとな。うん。
うん、告発の方が距離とかはなんかやりやすかったかも、うん、やりにくい、柔らかいから食い込みすぎてる感じが。よけめっちゃ安定してるやん。これや、これ、この時欲しかった。この時欲しかった。マジで欲しかった。え、違うんや。全然違う。あ、そうなん。こんなん持ってくれんかったもん。え、その高校の時ラケット何使っとったん？ひょうひょうキング3。え、似てるんじゃん。キング3とか柔らかい。あ、そうなんや。あー。カズキ、ちょっと触ってみていいか、はい、うん、あー G1 はこんなもんや、うんうん、弾みの部分で大きく変わったんかもしれんな、とか食い込ませてやつさ、うんうん、勝手にやってくれるカウンターいくか、うわ、いやでも現状いいで、いいよ、良くなってるって、no、怖いもん、でもタクの G1 姿って俺見たことないかもしれん、あ、出た時見たらすごい怖い、そうそうそう、 G1 って見たことない、こんな球なんや、プロやんすごいな、いい質問って言ってたよ、ね、うん、意味が分かってきた、分かってきた、おーマジやばい今のやばいやろ、これやばいどう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 、あれこれ仲直りできたっしょできたと思う全然違うな、これ全然いいわ、すげえ、どうやろ、何のラバーに似てるとかある、何のラバーか、そんなんない、何のラバー、これにちょっと寄ってるなとか、例えばテナジー寄りとか、いやテナジーではないと思う、ラザンター寄りとか、あー、どっちかというとラザンター寄り、あ、そうなんや、結構自分でガッツいったらすごいいいもんで、あー、なるほどな、テナジーっぽいよって言ってる人もおるんや、そこは違う、全然違う、あー、そうなんや、お前でお前やってられ気にすんな気にすんな、お前悪ないお前悪ないあいつ俺の方流れますかね、チャンネル登録ただの山賊じゃない、多分可愛すぎて多分チャンネル登録増えたと思うよ同情のチャンネル登録今日楽しいなやっぱりいいラバーになったらさ、みんな喜んでこう喋るような、うん、しょうもないラバーやったなあ、しょうもないラバー全然やもんな、これいいぞ、あー、いいぞこれもうええじゃん、座ろうやもうええやろもうええやろなあ、うん、大事だよ、うん、いやいい、ああそう、多分シート変わらんからチップもあんま変わらんと思う、うんうんうん、あ、弾むから違うねんな、違う違う違う、どうする、もう大丈夫やったし座るか、うん、ええなあ、いやでも言ったやん、あのラケットがいいっていう部分もあるから、もちろんまだもう一本こするから、うん、もう一回出すから、うん、お疲れ様です、お疲れ様です、今回は新宅さんのファスターク G1 マックス試打させていただきました、どうでしたか、めちゃめちゃいい、どうかずき、めちゃめちゃいいです、ほんまにほんまにほんま
今までの G1 の印象を軽く覆してきた。超えてきた。ちゃんと超えてきてる。でも G1 の玉じゃなかったもんな。うん、だこれ見て、あ、G1 ちょっとやれるんちゃうって思った人もいっぱいおると思うで。でも安心してください、今回ラケットがいいっていう説もめちゃめちゃあるんで。これな、うん、だから後日あのフォルティウスでやるから、はいはいはい、うん、とりあえずこれ見て、あ、ローン5やったらあれかなって思った人、うん、もう一本あるから、うん、どっちを見て判断しよう、うん、でもいいしもうまたねやったら勝ってもいいし、うん、もう試したんでしょうかないやったら言ってもらった。何が変わってんやろな。だからシンプルに厚み変わったから食い込みやすくなったんです、うん、食い込みやすくなったけどそんなに残らん、うんうん、言うほど、うん、出る力は G1 を残してるって感じ。ああなるほど、うん、まあ、シートは変わらんもんな。シート、うん、そうそう、うん、あの距離あってもやっぱ限界値同じぐらいやったし、うんうんうん、どう数月使って。そうっすね、めっちゃ元気ないタグが、うん、全部言ってくれましたいや、こいつめっちゃいいこと言うなあのしっかり食い込みやすくなるけど残らへんとか語彙力すごいなあ、カズキ守ってんねや。でも、まあ、ほんまにドライブ系がほんま楽に打てるなって、うんうん、でやっぱ食い込みやすくなってるんですけど残らないですよ。ああなるほどな、はい、うん、聞いた聞いたわ大丈夫やった残らんとこがええかなってわかりました。じゃあ一応点数だけ一応言う。特圧の時がまあ50点ぐらいやったもん、うんうん、多分平均それぐらいだと思う。マジでだ使えんことはないぐらい。だってあのゴブリンズマップあるやん、ど真ん中、うん、あれ50点とかやから、うんうん、だから今回改善しなあかん。あれいける？いけます。はい、じゃあ二択さんのファスタグ G1 何点ですか。カズキ95。おお高、絶対に二択と仲良くしたいやん。仲良くしたい。勝負は大体に言ったく仲良くしたいねって。間違いない、うん、けどガチで良かったです。まあまあ見てる感じも良かったしな。恐竜やめると G1 使えるなっていうイメージは。あ、そこまで来てる。あ、来てます。あ、普通に。てかむしろ恐竜死んでるし G1 に戻そうかなっていう。ああ、一個いいかな、はい、木星はどうやったの。木星最近見えへんけど。あ、木星は、うん、やっとったよ木星。それで木星くすぐいたいって言ってな、僕に5点ぐらいで負けて、うん、ラバーいっぱいもらっとったよ。あれどんなどんなやったの。木星は救えんかった。うん、それはやっぱ僕の手が足らんかった。はい、いや、カズキはめっちゃうまいで、でも木星が足らんかった。カットで面白いよね。ここで木星掘り込んでくると思ってなかった。はい、行こう。タクちゃん、僕の点数は80点。おー高いな。いや、タクにしたら高い。高いですよね、うん、だ僕20、30の世界が大体がいや、これは全然、ね、あ、使えると思った。あ、そうなんや。売ってて、やっぱり。あ、使ってもいいレベル、うん、まあ、まあ、こいつのおかげかもしれない、うん、かもしれない。フォルティウスでどう、こうなるか。そうやな、うん、こうそこ楽しみやんな。上げ下げがどうなるか分かる、うん、あれ、もうここまででいいっすか。あ、かんかんかん、最後まで追ってもらうから。フォルティウスは勝ったでいいっすか。もう帰りますよ。今、救えたと思ってる。一人今一番いい状態やからな。マジで、こっからやで。こっからまだ戦いが続いてる。戦い。では行こうよ。以上、ゴブリンズマーケットでした。バイバイ。このミズノっていうレンズ入ってる方にマックス貼ってます、うん、あ、で、ない方に特圧。なるほど。ということで、わかりました。やります。お願いします。G1 らしい落ち方です。うん、うん、綺麗な。俺らが一番求めてる落ち方やわ。欲しいやつやつやな。今日ボコボコにされに来てんな。やりたくない。G1 らしい落ち方です。うん、うん、綺麗な。俺らが一番求めてる落ち方やわ。欲しいやつやから。昨日やめよっかなって。三宅さん、お願いします。いやいやいや。自分でかい。ゴブリンズ山です。フルピカリン TV のカズキです。お願いします。お願いします。はい、今回は前回、あの、日卓さんの
ファースター個人はマックス、すごい良かったと、ラケットがある時は、ロー5、だったんですけど、ラケットがやっぱりすごいいいんじゃないかと、ああまあまあまあ、その説はあったよね、すごいいいんじゃないかということで、もう僕らこの前固まりましたよ、モルティウス FC の RE、に買って実際にこいつの性能はどうなんだと、ミッタスさんからしたらもうやらんでいいやろって、もうやめてくれと思っとる、もう今ええ感じになっとるんやから、僕からしてもやりたくないなんで俺なんだでもやっぱやりたい、やっぱりな、徹底的にやった方がいいと思うね、もうさらっとやっていこうか、さっといこう、はい、特圧会はいはい、レンズない方、はい、全然見えない、めっちゃ見えるわあ、そうなんや、あめっちゃいい、下行って、下おお、今のいい落ち方やん、でもな、G1 らしい落ち方です、綺麗な俺らが一番求めてる押し方やわ、欲しいやつやった、マックスいくよ、 OK、どっちがいい今んとこ、マックスの方がいい、上回転打ちの感動がすごいです、回転量は変わらない、まあまあまあ回転量は期待してないからな、 G1 にはしてた、まあ、してる、してないやろ、別にしてないやろテナジー似てるっていう人って力抜いて打てるからじゃん、テナジーには似てないです、そうやんな、やっぱそうやんな、俺も全然違うと思った、ひょうひょうやめよっかなって、三宅さんお願いします、いやいや自分でかい、あー自分ではね、これな、カズキがブロックうまいからやで、普通にかじってるけど、トラ取って取って取って、反射神経の勝負急に弱者でも G1 ってその鈍感やん、シートそれもまたいいって言うしな、チャイラマみたいな、そう、勝手にいいから、そうやな、それがいいからな、今日ボコボコにされてきてんな、やりたくないチャンネル登録減るかもしらんわあいつの全部ゴミ切り替えの良さな、やろうな、ボール全然ちゃうもん、あの落ち方ないな、いいよ、あ、いいよ、もうやりたくない、あ、いいよ、任して大丈夫、自信持って、お前は悪ないから、ファスタックいらば、ちゃんと買いましょう、買いましょう、めっちゃいいよ、組み合わせがいいかも、そう、オポルティウスにはめっちゃ合ってるぞ、あー、なるほどな、
組み合わせ大事なんか。音もいいし。うん。俺のスマートフォン全然ちょっと高くなと思って。うん。アポロ買ったら5000円とかで買えるから。湯気で買ったら1万ぐらいする。やばっ。うまなった卓球。ちょっとうまなってるよな、絶対な。ラバーじゃないよな。なんか打ってて、うん、僕はめちゃ止めにくかったんですよ。うんうん、でも、下手なボールで出るかなと思って、うん、マックスとボールが綺麗で揃ってる。あ、だから手なじみ寄ったとか言われる。あ、なるほどな。綺麗になったっていう説か。お、いいこと言ったよ、今。ありがとうございます。うん、使ってください。あ、使う。うん、慣れてないから、うんうん、で特発の方がゴンっていく人とかやったらカウンターめっちゃいい。ああ、なるほどな。マックスやったらそこちょっと調整してなあかんから。タクが言ってたように、うん、マックスやったらやっぱ飛びすぎてる、うん、普通にいつも通り聞かれてもオーバーミスしてくれてる感あったんで、うん、難しいな。やっぱあれやな、ロゼナボールめっちゃ浅いな。いや、きついっすなあ。あ、そうなんや。違う？めっちゃ来た。全然違う。カズキずっとな、こんな。待って。インカレみたいになってる。めっちゃ差し込まれる。あ、そうやんな。負けてんもんな、ずっと。伸びとサメ。うん。ラケットにも合うてんな、これ。合ってるわ。あと、柔らかい肩の組み合わせが打球感めっちゃ良くない？めっちゃ良くなってる。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。今回は、インタクさんのファーストタック G1 特発とマックス打ち比べということで。これ久しぶりやで。初めてちゃう、俺打ち比べやったの。Z 以来。あ、そうや、Z。Z はだっていっぱいあったから。あ、そうなんですか。いっぱいあった。矢坂さんに、はい、協力してくれて。あ、どうでしたか、打ってみて。やっぱマックス伸びがエグい、うん、伸びすごいよね。特に上回転に対しての伸びがもう、こんななってたな。一番知りたいのってな、やっぱりじゃあ特発はどういう選手でマックスはどういう選手の方がいいとか、うん、っていうのは多分みんな知りたいと思う。僕が打ってみた感じだと特発はスマッシュ系、うん、弾く系打ち方が、うんうん、の方がやりやすいかなって感じ でマックスだとちょっと持っちゃうんでどうしてもなんか言ってくれへんねや、はい、組み合わせ的にどうなんやろな。硬いやつの方がいいんかな、ラケットは。マックスやったら、マックスやったらちょっと硬めぐらいがいいんじゃん。ロンも硬いんかな。ロンカーボン入ってるし、まあ、テナジーに近いって言われた理由としてはおそらくその力入れずに触れる、勝手にやってくれる感があるから、うん、テナジーに近いんじゃないかと。そうやな、うん、でも05っていうよりその64とか80ぐらい。そうやな、80止まりぐらい、うん、そんな感じやわ。05の感じじゃなかったなと思うけど、うん、回転量はあのほんまに変わらん、何も変わってない、何も変わらんかった。う、うん、当ててもピューって収まるぐらいの、うん、そやな、バーンってない、うん、弾かれる。チップ確認は今回せえへんかってんけど、まあ、チップは安定で多分すると思うんやから。安定期期だ、うん、安定ですると思う。ラケットがいいっていう説はあった、なかった？このラケットもめっちゃ良かった、うん、ああ、こいつも良かった。めっちゃいいよな。なるほどな。組み合わせ最高。あ、ただ言ったらあっちの方が硬い、こっちの方が柔らかい、うん、あ、なるほどね。のが実験できたから、うんうん、ってことは別にそこまで選ばんねや。選ばんけど硬い方がハードヒットするやったらいいんちゃうかっていう感じ。なるほどね。トータルラバーがいいってことやん。ラバーは良くなってんね。良くなってる。いや、ラバーがいいな。ラバーがいいってことやもんな。うん、なんで俺だけできんの。急に見捨てられたんやけど。あれ。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。
あー、はい、うん、ちょっと軽いか、やっぱり軽いな、ずっと軽い、うん、うわー、手がいいなさ練習やめようか俺後でやっちゃいましたよ。あ、いい、せこいね、お前どんだけ手欲しいねおはようございます。おはようございます。ブスです。ジュンです。今回ですね、はい、新作、はい、ニッタクさんラバー、はい、ハモンド Z2 を仕出してまーす。やっとでございます。やっとですね、はい、もうサブでね、はい、もうこすりまくって、こすりにこすったじゃあ説明ですかね。あ、はい、任せてお願いします。任せてください。見出し、はい、落ちないから打ち負けない大丈夫？いや、書いてるっすもん。いや、そうだけど密着を象徴する赤をまとったバルクへ、あ、じゃバルクヘッドストお前さ、社会人にあの1年やってきんやんな。じゃあ、これ最初からいきます、はいはい、最初から密着を象徴する赤をまとったヘッド、あ、じゃバルクヘッドスト価格お願いします。はい、価格が税込み7480円。絶妙なライン、絶妙なライン来たな。絶妙、うん、どこ製ですか？日本製です。日本製ね、はい、初めてちゃうかな。初めてっていうか日卓そうちゃうかな。ずっとドイツ製やから、うん、G1 とかもそうやし、イメージです、初めてのイメージ。おそらくね、タマスさん以外の工場ってなったら、うん、まあタマスさん自社工場だから、はい、以外ってなったら多分一緒なはずなの。ああ、工場。だから、マントラ、はい、で、レッドモンキー、ハモン、はい、この段階で結構ね、期待できひんのよラインナップがあかん。そうそうそうだからその中でもしかしたら最上級にいいかもしれんから。確かに、うん、聞くところの最初。いや、言うな、そういうのは今になってもう一回ハモンが来てるわけですから、ね、うん、そうそうそう、やっぱ自信があるから出してるってことやと思うねんか。見たら違うみたいな。では早速やっていきましょうか。はい、はい、僕は結構好きやったんで。おお、あ、そうか、コードのお話しなくてはいけないんですよね。はい、はい、コード何度ですか？コード40度です。コード40度、日本製のコードですよね。はい、で手なじが37ぐらいかな。ゼロコードが36、36で、ゼロコーハードが43。テナジー05ハードを俺は使ったからずっと、うん、だからちょっとこう似てるんじゃないけど、まあまあ ちょっと違いますよ違うけどどんぐらい違うの？いやいや結構違うねんけど結構好きなコードです、うんうん、はい、まあ、みんなに愛されるコードなんかなと思いますので、はいはい、一回試写の方見てもらって購入の方を考えていただいたらいいなと思いますので、はいはい、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。うっチェッソー、久しぶりになったおばさんです。あんな絵かな、色は好き。僕もです。うん。コマはコメ。え、待って、二人仲いい？近ない？距離。近くいらっしゃい。あったかい。遠いねんけどな。あっこにカンちゃんいてるから。はい。うん。遠いな。うん、遠い。だから、カンちゃんにもちょっと売ってもらおうと思って。はい、はい。うん。うん。じゃあ、続いて。マジで？おお、ジュンちょっと馬なってない？ズルしてる。ズルどないよ。打った感じまあ入るからいいんすけど、うん、やっぱ見ててちょっと浅い。ああ、なるほどね、はい、弾みはどう？弾みは
めっちゃ普通。ああなるほどな。全然うわ弾むわもないし、うん、全然飛ばんわもない。あ普通いっちゃいや俺それ一番言われる絶対いや。あおい落とすなよお前お前落とすな、上げろ上げろ気持ち上げなかった全然落ちる今勝ったら良かったのにな今のなシート弱い気がするけどな。あーループし、あいいよいいよ、ちょりってちょりって、ダメえ、ダメ？ダメです。なんでそんなこと言うの？シートが弱い？弱い。そんなん言わんとってよ。だって、今の見たっすか？見た見た見た。結構、ガツってかけたの。キャーンスカウンターすらあ、違う、ロングボールに強いかもしれない。だからカウンターやってみてよ。あ、うん。確かに。うん、うん。ほら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 。本当いい。ああ惜しい。うん。しっかり持つよね。持つっすね。うん。僕はちょっとダメっす。あわ。逆に持ちすぎてる部分はある。ああなるほどね。カウンターとかは持ってくれるからいいんですけど、うん、なんかまだおる感じはする。ああなるほどなるほど。はい、どうタク受けてる？いやずっと軽い。軽いし浅いって。うん。なもうこう。あ浅いのは浅い、ずっと浅い。あでもお前ちょっと卓球上手いからそんなに文句言うねん、うん、文句そうそう文句文句、うん、いてるから今日。あよろしいですか？よろしいでございます。はい、お願いします。めっちゃいいっすよえ、なんかほら悪ない、ね、なんかほらな見捨ててきたみたいな。確かにお前そんなん言うとったらゴブリンとか入れたらへんからな。全然張りたない全然張りたないアイスクリームやった時よりも僕はすごい好きな感じ、うん、ああなるほどね。うん、え、いいんじゃない、いいんじゃない、悪くないやろ。とも言えね、いやー、苦痛。マジマジで中途半端やな。あー。大爆笑。え？ストレートむずいっすよね。むずい。あ、やっぱちょっと上げたらなあかん。だいぶ上げたな。だいぶだいぶです。回転ほぼゼロに等しいんですけど。回転マジかかってない。つらやる気ない。ちょっと単体的に。あ、どうぞどうぞ。ほら、ロングボールいいでしょ。いいな。うん。カウンターいいっすね。な、まあ、ロングボールはいいんよ。でも俺言ったでしょ、そのシダする前にテナジー05ハード使ってたけどちょっとそれ違うよねって。その違いって1個しかないやん。はい、シートバックいきます。はいよ。あーくそ、もういいやん。上手になったんす。ああ腕か硬いやねん、だからちょうどいいですか。うん、ちょっと軽いか、やっぱり軽い
なずっとカレー、うん、ずっとカレーやん確かにストレートがちょっとやっぱ無事に落ちちゃうんですよね、うん、落ちないって言ってそのな、やっぱダメよね、落ちないとかそのフレーズな、俺らに与えるのあかんよな、うん、やっぱ継承しようとしちゃうもん、うん、1個目はするから、うん、まあ入るのは入るんですけど、うん、シートが弱いから、うん、ザコボールしかいますやばい、もっとやばいのかポンってめっちゃストレスけど入るくらい、あ、なるほどな、はい、うん、雑魚やけど入るから、はい、ミスらんかった、ああ確かに確かに、うん、そうや、一生ミスらんかったやん、でも同じように入るだからいかん、カンちゃんバックやってみる、うん、でもこういう層が使うと思うねんけどな、いや入るっすよ、うん、入る、大事には収まる、二択ってそうやんか、収まるだろう、うん、言うたら、うん、なんとも言えない感じがあります俺らも言えん。タクっぽくはないよね。うん、あ、なるほどね。弾みは弱いって聞いとったんよ、ちょっと。うん、もうちょっと特化してほしかった。あ、なるほどね。まあまあ新宅さんですからね。はい、大丈夫ですよ。決まり。なんでなんでなんで。普通のもんやな。うん。ダボボール。全然いいよ。もう無理じゃん。やばいよ。待て、こうやってあのワンコースやからちょっとあれなんかもしれない。ちょっとサーブからちょっとやってくれへん。あ、ちょっと練習してみようか。そうか、3点とかさ、ちょっと練習ではいいかもしれないやね。うん、そうそうそう、いいとこ見せよう。うん、うわぁ、手紙なんだ練習やめようかなんかもっとなんか悪いの出そうよいいの欲しいな、いいシーン欲しい、うん、カウンターは本当にやりやすい、やりやすいですね、かむ、うん、っていいやろ、振り込むからちゃんと収まる感じが、やっぱスポンジがやっぱいいんかな、サーブ切れるかやってます、あ、ほんまや、ほんまやほんまや、切れると思うぞ、いや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 、何おっしゃいますおーおーすげえ、あーいつもよりはやっぱ重くない、そう、回転はかけれてるけど威力はない、ね、ああなるほどね、はい、うん、見て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 、めっちゃかかってる、このまま多分中本妻行くわ中本妻、あ、分かった、タグが取るのうまいね、いいですか、すいませんえ、今も聞いてない、え、ちょ、俺、たとえやんじゃいやらしいやん、あ、いいですよ、お前、せこいねん、お前どんだけ手欲しいえ、サーブだけで買ってきた男やんな、うん、全然、苦じゃない、うん、これの僕の腕じゃなくないことが証明されるスワロさあ、こっからもうフォロー大会です、はい、フォロー大会、お疲れ様です、お疲れ様です、今回ですね、新宅さんの新しい側、ハモンド Z2 を試打しました、はい、はい、どうでしたか、まあけど入る、しっかり入る、シート頑張らんけどスポンジで頑張ってくれるから、ああなるほどね、まあまあありますから、あのシート薄くてスポンジ熱いっていうね、はい、母ちゃんどうやろう、普通って感じですね、ああなるほどな、カウンターもやりやすかったんで、うんうん、まあトータルさ、はい、ロングボール良かったよね、みんなが言いたいのは回転力の問題であってロングボールはすごい良かったという部分だよね、どういう選手向けやね、バック表のフォア側のコートさ、あー女子の選手とか、あ、合うちゃうかね、うん、やっぱり三宅さんって言ったら女子のね、うん、はい、
ユーザーの方いっぱいいらっしゃるので、うん、もしかしたらそっちより作られたかもしれないし、あのもう男はもうええと、あいつら文句ばっか言うて、女の子はもううちしか言うてないじゃん文句うちばっかじゃんかもしれんな、はい、うん、ちょっと飛ぶから、飛ぶっていうとその飛ぶあれが違うんだよ、だエボみたいにぶっ飛ぶとか、そうそうそう、そんなんじゃない、うん、もしかしたらそのラケットの相性もあるし、あのちょっと硬いラケットも買ってもらったらちょっと落ちにいいかもしれないし、うん、打ちやすいとか、ね、スマッシュ打ちやすいとかあるかもしれないから、じゃあ点数だけ、点数いく最近あんま言ってないけど、あえて言ってなかったやと思う、そうそうそう、最近言ってなかった、うん、久しぶりに言っときますか、カンちゃんもおるし、あ、なるほど、点数はいかんでもいいじゃんかな、点数かね、今日は気分じゃない、うん、行こうか、いいよいいよ、お願いします、じゃあ、行きますね、はい、行きますよ、誰から僕言います、あ、誰順番、いやいや、僕が指名するんで、あ、オッケー、はいはい、行きますよ、ニッタクさんのハモンド Z2 何点ですか、ジュンちゃん、45点だから言え、いや45点ってのはもう普通やったらもうちょい上やろ結局なんか今 G1 より下行ってるよ理由お願いします、理由はまあ入る、うん、だけ、回転量がやっぱきつい、うんうん、カウンターやりやすいぐらい、うん、あとスポンジがかっこいい、いいよ、じゃあタックは20点おぉ、ケンタクさんにしては分からんのその世界観ピエお願いします、カウンターのみ、あーそこね、うん、そこはもうサーブ切れへん、うん、下回転打ちづらい、うん、いる、うん、まあ、今のところは結構場所は限られてくる、そうん、いらんとは言わんけど、まあまあすごいコアよ、ましてやサーブだけで買ってきた男言われてるのにサーブ切れへんかったら結構積みゲーない、あ、確かに、そっか、分かった、はい、はい、じゃあ、かんちゃん70点です、おー、高い、高い、高い、空気読んだ理由は嫌いやろ、なんで普通だなって思ったので、それが60点と、あとスポンジかっこいいモチベ上がりがプラス10点、あ、なるほど、なるほどね、あ、そういうことかモチベ大事なの、え、7400円か、かわ検討する大事大事大事、ちょっと濁す感じ、うんうん、まあまあまた興味あったら使用していただいたらいいかなと思いますので、はい、最後ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、いやこうなると思ってたんや、ジムこれで売ってみたい、いや俺結構好きやで、このラケット、これ木材になってもう嫌な顔してるの、それは違うと思うんだ、だから俺日卓ってほんまに知ってるやん、あ、分かるやんか、だからもう木材なんか全然できてるこの子、うん、あ、じゃあ歩み寄った上で、そうそうそう、だから飛ぶアイスクリームにしたって、うん、思いだけでした、でも分かった上でやってて、で発売前からいいって言ってて絶対酷評されてたじゃないですか、もう分かったんですよでここで一回壁作るのやめたんですかだからある程度こう持ち上げといたらみんなもう、あ、ちょっと一択ありえるんじゃんみたいな、ワンチャンあるんじゃん、ゴールリーズみたいな、日本製やし、そうそうそう、来た来た来た、なんかこうなるんで分かるよ、あげてあげてあげて、そうそうそう、3年やっとんよ俺こいつらと、あ、一回ちょっと打つわ、はい、うん、お願いします、よし、おはようございます、おはようございます、ございます、スプでございます、ジュンでございます、ケタコーチです、今日はですね、はい、ニッタクさんのラバー、うん、ハモンの Z2 ってあるじゃない、はい、うん、はい、あれがね発売前ぐらいにね我々触りまして、うん、まあ、そんな評価なくこう高くなかったわけですよ、うん、はい、そっからね我々が生きている世界ではね、ハモンド Z2 を使用してる方っていうのがあまりお見受けできない、うん、はい、申し訳ないですけどね、で日高さんとかいろいろ聞いたところでもそんなにいい感じでは上がってないと、うん、はい、落ちないとは言ってるんですけど、はい、ね、売り上げは落ち続けてるっていう風になってきてるんでこれどうにかしないといけないと、はい、はい、やっぱり多くの人にやっぱ使っていただけないと困るということで、うん、聞きました、いろいろ、はいはい、僕のありとあらゆる人脈を使って、うん、何のラケットに合うんか、うん、聞いたところこのアコースティックカーボン、はい、これに合わせるのがいっちゃいいと、あ、そう、もうダントツやと、もう他のもうラケットはもう払っとってくれと、これがいっちゃいいからこれで悪かったらもうすんませんやと、はいはいはい、組み合わせは大事やからな、そう、1たす1が8ぐらいになりましたから、うん、かもしれないから、まずこのハモンド Z2 っていうのが、はい、販売価格っていうのがね、はい、7480円、はい、定価が、うん、でこの値段がちょっとおかしいんじゃないのって言われておったんちょっと高いんじゃないって、うん、
だからもしよかったら、はい、ちょっと頑張ってほしいなと思って値段をね、はい、1人でも多くの人に買ってもらえるのが一番、うんうん、やったら全国のショップね、はい、あの金額調べてきました我々。あ、そう、はいはい、それを聞いた上でいくらまで下げれるか、うんうん、っていうのはちょっとお話したいなと思います。了解です、はい、今うちは2割引きの5990円で、ああ、うん、まあ普通やな、販売をしてます、うんうん、高い順から言ってもらっていい？はい、はい、名出しで、はい、名出しでお願いします、はいはい、国際卓球さん、はい、5,985円。おお、ここより6円安い。その次、湯気。おお、フラシップ湯気は5,610円。おお、湯気に負けた。うん、はい、現状ね。ネットで有名なタク劇屋さん、うん、ああ、タク劇屋さんね、はい、はいはいはい、5,236円。安い、安ない、定価7,480円で安すぎるやろ。安いっすな、はい、まだあります、はい、ラスト、もっと安いの、はい、びっくりしますよ。ジャスポン。ああ、聞いたことあるわ、はい、これも大手やな。あ、そうなんや。ネット通販、うん、が4,862円。えぐい。だからもしよかったらそのジャスポさんよりも下行ってほしい、はい、お、うん、やっぱり他店で高いとこがあったら教えてくださいねみたいな感じで、あの、売っていきたいから、はいはい、ジャスポンくらい。4,862円、うん、4000、あ、もう、まあ、とりあえず打とう。はい、うん、これが良くなかったらこの話ないから。確かに、うん、だからでもそれは楽しみな、その組み合わせ。そうやな。じゃあお願いします。お願いします。ああ、楽しみやな、どうなるか。まず、おー、いいじゃん。行きます。引いてるよな。弾は行きます。振、うん、りたいからっていいことばっかりやめような。はい、結構ボール汚い。あー、汚い。おー、すいません。おー、すごいわ。うまいな、ボールがいい、ほんまに。でも思ったけど、落としてたまるから結構さ、願望ちゃう。願望そろって落ちないで。そう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 。お、前に比べたら全然いい。なんかもう顔ぐっと映してみたい。今複雑だよね、マジ。打っててもやったってる感はあるんですよ。あ、なるほど。おー、今いったわ、絶対。音もやばい。俺結構かぶってる。うん、かぶってる。あー、いいね、いいね。おー。ちょっと。おー。あ、いいわ。負けるわ。これなしか落としてたまるかの気持ちで。でもこっちは価格やろ。価格落としてたまるから。一回打ってみる。どう？打ってみる。これやったら落としてもいいわって思うか、価格な。ああ、そうですか。グッドバンは？の、ちょっとこう持ってんのかな。卵だからちょっと重いですよ。落としてたまるか。うん。お。うわ。おお。ちょっと怪しい匂いするな。まずちょっといただけ。はい。おお、いいね。おい、これ組みやすいわな。普通になんかぶつけても、ああ、いいっすね、収まる。なんかみんなが使いやすいような組み合わせになったよ。そうそうそう、うん、うん、あ、これで7000円払えって言われたらきつい。きつい、やっぱきつい。でもその組み合わせやったら逆にフォアで使いたい。ああ、そうやね、うんうん、バックじゃないよな、うん、確かにある程度バックで、あれ、ちょっとプレルやったらこれでもいいかもしれないですけど、ち
ちょっと3点いいですか。はい。これをちょっと救いたいと、はい、はい、もう落とし込んだ俺らやけど、うん、最初にやっぱ救いたいなと思ったんでね、あの動画の方を撮らせていただきました。はい、どうでしたか店長さん。いやーよかった、組み合わせめっちゃよかった、うん、よかったよね。多分みんな売ったことあると思うから、うん、1回はで組み合わせ売ったらね結構よかったし、うん、まあ俺らの問題はそこじゃないんよな、まあ、そのどうでもいいよ、はい、どっちが言うから、うんうん、価格やからな。確かに、うん、4,800円。あじゃあ、日向卓球場で、1週間ぐらいかな、この動画が出て1週間、うん、あの4800円ということで安いでー。いいですか、これは。もしそれよりも安いお店があるよってあったら、うん、コメント残してくれたら、残してくれたらもうさらにもおお、その URL を山田電機メルカリで3500円見つけました。あとアコースティックもね、ありますんで、うん、まだこれ金やったら買ってくれたらな。そうそう、うん、ただ今メーカーの方がねちょっと欠品続きということでね、はい、今在庫2本あるということで、うん、まあ、それもセットで買ってもらってもいいなと思いますし、はい、マジでありやった。ありよな。あり、うん、めっちゃいい、うん、むしろあの組み合わせ以外やったら正直使わない、うんうん、でもあの組み合わせやったら全然あり使う。そうやんな、うん、まあちょっと似てるラケットっていうのかな、あんまり思い当たらんようなラケットやから確かに、うん、まあ、唯一無二なんでね、うん、まあこれ一回検討してもらったらいいなと思いますんで、はい、はい、最後ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。 いいんじゃない。うん、いやよかったっすね。なん、いい、4800円いかつ、いかついよな、いかついっす。いやいいよ、もう全然いい、もう、いやでもあれほんまよかった、なんか想像と全然違った、うん、なんかめっちゃマイルドになった。なあ、あれが Z2 なんかな。なんすかね、なんか全然前の感じと違うです、うん、下回転も全然そんなめっちゃ打ちにくいかって全然打てるし、まあ、G1 使ってる人からしたらすごくいいんじゃない。うん、今 G1 使ってて、まあ、4,800円で買えるからって言って、まあ、買ってもらってな。確かに使って、あ、平からセール終わったわと思って、あ、ジャスポ安い言うてたな、ジャスポ使ったらいいしな、うん、言うたらね、うん、まあ終わったな、そうそうそう、終わったらな、うん、それは安いとこ行った方がいいからな、はい、うん、まあ消費者の命としては、はい、そうそう、そっから考えるのは、まあ、ここの仕事やから、うん、うん、まあ、俺はきっかけ作りで、はい、すいません。いやもうでもな、いいものを少しでもたくさん使ってもらえるっていうのが僕ら販売店の一番の、なるほど、あ、そうですか、気持ちなんで、あ、なるほど、はい、鏡ですね。いやいや、それでも会場ビジネス売っとんねん。何が鏡やねん。見た目以上に重いよ、うん、え、めっちゃいいやん。そうなくもないけど、ちょっと飛んでほしいねっていう人はこれいきたいよな、うん、安いし、安い、チームもっと上げれる、いけるっすよ、おい。どうも、コメントシップです。ジュンです。平田くチャンネルです。今日はね、はい、あの平方卓球遊びに来て、はい、一番最初に言われたのは、うん、ちょっとラバー仕出してほしいと、はあはあはあ、めちゃくちゃええラバーあるから、はあはあ、ちょっと仕出してくれへんかっていう、はい、あのお話いただきまして、はい、まあ、それを仕出していこうっていうことで、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ラバーの紹介お願いします。じゃん、ちょっと今回仕出してほしいのがこの2枚のラバーになるんですけど、平方卓球場はあの輸入品をたくさん取り扱ってるんですけど、うちで取り扱ってるのが大丈夫、ね、カットして、カットしてで、カットする最初からやっていわゆる中国の一般プレイヤー、
うん、だからトップ選手、あの小チームとかじゃなくて、うん、一般の卓球プレーヤーが一番よく使ってるラバー。トップ選手だともう単純に競技とか、うん、ああいう風になるんですけど、たくさん試合をした中でもうズバ抜けてよかった2種類。うまっ、なんか捕まされてんじゃん俺ら。まあもう最初に言うとくと、ぜひフォアでシェアしてほしいのがゴールデンブレイク3500円。安っ。バックでぜひシェアしてほしいのが、ロキのラバーで2700円。安っ。2つ合わせてもテナジより安い。そんなに高い値段出さなくてもいいラバーは世の中たくさんあるんだ。なるほどね、なるほどね、みんなに知ってほしいというので。めちゃくちゃいい食服やな。ありがとうございます。別にもういいんでしょ、これボコボコにしても大丈夫です。値段以上か値段以下かやな。はい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 、がそうか、そう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 。え、塗ってないですよね。塗ってない。ちょっとラケットはいいやつを使ったな。ラケットあるんですかね。あ、いいやつ。でも普通の木材の棒板だから、まあ、うん、一番ラバーの性能が分かりやすいかなっていう。行きましょうか。はい、うこれはもう遠慮なしに行こう。はい、ゴミはゴミっていう。はい、ミーヒンで誰も中国の人やから。はいはいはい、日本やから。はいはいはい、ミーヒンから。はいはいはい、本気は見ない。そうそうそう、大丈夫。これは日本では売れへんとかさ、そういう言い方し。行きまーす。はいはい、なんか 0.4 ぐらい。あー、もっと上げれる？いけるっすよ。うえぇ、ー、そういうやつじゃないの。ゴールデンブレイク、名前かっこいいよな。かっこいいなあ。何使ってんの？ゴールデンブレイクだからな。フォア行きます。はいよ。お、お、いいかもしらん。あ、いいな。おぉ、これいい。ほんまに僕今日使うのこれ使う。そんなに、うまい、めっちゃいい。え、高い。おぉ、あのね、見た目以上に重いよ。んー、マジでいいっす。え、ちょっと上行ってから、じゃあ先を下すわ。やばいわ。やばいな。早ない？めっちゃ早い。めっちゃいいっす。ラケットええんじゃん。ワンちゃん。あ、またラケットで持っていってる。うわぁ。かぁ、簡単むずい。なんかパスって言ってんだけどな。むずいっす。多分薄すぎてスイッチしてるか。うわ、やばい。これ浅いんじゃん。だからあんなことじゃん。もし流れやったらかっけえ。お前です。うん、はい、いや、はい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 。うわー、これ気がいいね。タク、はいはいはい。いらんこと言うな。はい、みんな分かっとんねん。わあ、みんなちょっと飛ぶわ。なんか早めに降りてるよな。はい、結構だから線が低いのもある。はい、俺だけ。お前に YouTube やってる。あまり難しいよな。むずい。中国製やのに結構テンションポンポンって出ていく。あ、ラケット選ぶかもな。ラケットは選ぶと思う。あ、選ぶと思う。な、体まんまやな。な、上がりは弱い、うん、上がりは弱いけど前に走る、うんうんうん、な、だから競技とはそこが違うから、うん、
取りたくはないけど、ちょっと飛んでほしいねっていう人はこれ言ってな、うん、安いし安いだからそんなに自分で上げてあげなあかんよぐらい。あ、なるほどね。バックいきまーす。サイレンって。いい、いいよな。ああ、これがあかんの。これがあかんす。多分あんまりインパクトいきすぎるとしんどいかなっていう。難しい。球は持たんす。あけどクンってやっぱ飛び出してくれるから入る。雑魚。こうなるね。食べれるじゃん。中級者用やから、うんうんうん、中級者でコンタクトすると怒れねえよあんまり。いや結構スポーツ選手もいるで。いや、え、めっちゃいいやん。そう、あ、ダメですか。だから納得はいけへんボール。あ、納得しないですか、うん、あ、めっちゃブロックがむずい、普通に、うんうん、みたいなほほループします。うん、ループしよっか、うん、ブロックのくだりはなしそれはでも、上級者もっと優しく。あ、そう、中心者は当てるだけなんです。そうだ、確かに確かに。そうって、そう、そこんなラバーある。あ、中級者、まあ、今の、今の、理想通りですか。おぉ、こっちないな。言い過ぎちゃう、僕やっていいっすか。できる人やったら、ああ勝手にやってくれる。そう、さっきのサーブとっても欲しいな。ああ、どれだけ鈍感かみたいなね、うん、おおおおでも取り慣れてるっていうのもあるんじゃん。はい、誰か。よし、わ、これは画面いっぱいだな。あ、でも、引っ掛けそう。無理や。刻んで喋ってください。ちょっとだけ上げてみる。こうですか。うん。多分いける、うんうんうん、もっと落ちるからツンって言ってるな。ツンって、音鳴るけど行くタイプやな。根性ある、ラバー、うんうん、根性あるね。根性ラバー。そうそう、チキータ行きますか。チキータまずいんじゃない。チキータやばい気にする。あ、いけるわ、めっちゃ上がるなあ。入れに行ってるっす。スピードボール出すラバーではないんかな。ぬるっと手やろな。やっぱり中級者向け。そうっすね。やっぱりみんなそれ言うからいけるんやな。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今回はね、あの枚方卓球場さんがおすすめするラバー2枚試着させていただきました、はい、どうでしたか。よかった、あれかっこよそうですよね。はい、ランも安いし、安い、扱いやすいし、うん、まあ、なんていうか、ブレイクダウンじゃないの。違う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 、ゴールデンブレイク。あ、ゴールデンブレイク、うん、
これはひょうひょうより飛んで、うん、まあ、上がるのちょっと難しいけどみたいな話だったやんな、うん、で、ロキの、なんか、うん、白いやつ白いやつ白いやつこいつはなんかガッとはちょっと言ったらあれかもしれないけど、うん、まあ、扱いやすいラバーやから、まあ、バックひょうひょうを使ってる人とか粘着いってる人とかちょっと癖出したい人で苦手なバックあんまり得意じゃないよって人とかはいいと思う、うん、いいよな、はい、価格も安いしな安いね、うん、まあ、買う際はあの平方卓球場スポーツさん平方卓球場卓球場さん、はい、のあのサイトネットショップ平卓屋あなるほどなるほどあの概要欄に載ってるんでね、はい、また買ってもらったらいいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よいしょ。今すぐ買え、ラバー。ラバーが悪い、お前悪ないから。値段やっぱりな、下げていきたいしな、うん、やっぱ多くの人に使ってほしいねんな、うん、どうしようか。おはようございます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 。めいちゃんです。今回は、はい、ワールドラバーさんから送っていただきました、高層機の強氷3なんかな。小チーム用のやつかな。うん、なんか、このコーナーやつやろ。あ、ボンボンのボンボン、うん。情報あるから。置いてかれとった今。ボンボンのボンボン。置かれてない。置かない。ボンボン、はい。あとで LINE するわな。あ、情報ある間違った高層機のネオ消去ブルースポンジになります。はい、値段が6000円。うん、いい値段よね。まあまあしますね。まあまあするね。はい、うん、中国の小チーム用に作られた強氷でございます。はい、パッケージは表面裏面とともに市販されているネオ強氷3と同じデザインなんですけど、小強のラバーの形状が六角形となっております。すごい、なんか俺社会が見学来たみたいな感じでした。高層見学ええ顔すんな。コードわかる？コードわかんないです。変わって、何度？めっちゃ硬い。めっちゃ硬い。何度やってる？30度。ぐにゅ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 。今日これちょっと打っていくから、打つ人はね担当者いるんで、ね、あのやってもらって、僕らをサポートしながらあのボール拾いね邪魔せんように。わかりました。やっぱり真面目な動画なんで、はい、もう本当にね多くの人に見てもらえると思うし、あのすごい真面目なチャンネルなんで、うちって。あの暴言とかあの汚い言葉とか下ネタも全然ダメだし、クリーンな感じで売っていってるから、それだけ覚えて書いてもらえたらいいなって。手間しないように、はいはい、それでは下の方やっていきます。うわーセンターここはね、あのバーターの和樹さんです。おかしいやろ、なんで俺と喋らせてくれ。俺のことちゃうんかお前、興味の時しか読めへんからバーダーな、俺ちゃんと、これからメイちゃんバーダーから行こう。バーダーやばグッチーさんみたいに踊れてやグッチーさんまで3、2、4卓球場、12月にプレオープンします。誰も行かんやろ。ネオって比べて40だと思うのが多分ちょっと高いのかな。ネオって普通のやつ39円。39円。1度高い。1度しか変わらないな。ちょっと硬さを感じてるの。へえー、その1度で、うん、食い込むにちょっとパーカーなんだって感じ。あ、なるほどな。まあまあ、でも。あっ
ただ感動が少ないな。いや、趣味 G1 のマックスの方が良かった。あれ飛ぶからな。やっぱりさ、いただいたからさ、買ってほしいわけですよ、皆さんに。どうしたどうした、なんか打ち合わせあった。あー、OK、いいよ、いいよ。なんか、かましておこうか。ちょっと真面目な話するからさ、うん、後ろでバーンって焦げてもらって、うん、OK、ちょっと待ってな、スタートもないんですよ。あー、OK、OK、分かった。俺、手、やるから。やっぱりな、いただいたから、うん、やっぱり、いい評価にしたいわけですよ。いや、間違いない。だってレビューだから。だから、多くの人に買ってほしいし、これやった後にな、やっぱ値段、値段やっぱりな、下げていきたいしな、うん、やっぱ多くの人に買ってほしいな、うん、どうしようか。一生そばにいるから、一生そばにまあ競技やからな、台上やりやすいと思うから、そこはもうな、うん、どの競技を使っても大丈夫やと思う。そうやんな、台上に関しては、うん、お疲れ様です。お疲れ様で す, 様です。今回は放送機さんの、競技ネオ3小チーム用しだしました。長いよな、名前な、もうちょっと短い方がいいよな。どんな名前がいいと思う？青いです。どうやった飛ばん、今一度ちゃうだけでこんな飛ばんのかっていうぐらい飛ばんだ。あ、なるほどね、うん、どうかこれは硬いですね。じゃあいいとこ教えてよ。いいとこ、こいつのいいところ変わった感じ。気を付けだから弾道が作りやすい。あ、なるほどね。引っかかりがいいからやっぱ台に入れる感じなんですけど、やっぱパワーがないからスピードボールが打てるから鋭い感じになる。ちょい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 する子にはちょっといいかもなって、うん、でそこからそのステップアップみたいな感じで競技を飛ぶやつとか行ってもいいと、でも国境行くとか。あ、なるほどね。マオクもでもこれ使ってるから。僕はいつも通りですね、あんま変わらんかった。あ、なるほどな。これ使ってんねんね、勝てここの問題はいいから。あとイメージは変わり、じゃあ全然違う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 、さっき触ったでしょ、うん、ちょっと時間を置いてまたちょっとやろうよ。ね、まだ今度ね、うん、まあ来年とかできたらいいなと。来年まで残ってるっす。残ってない。以上、ゴブリンズマーケットでした。バイバイ。さあ、触るか。食べよう。メイちゃんと一緒に触るか。久しぶり見た。触るってほんまに触る人。情緒不安定だと思う。せやな、メンヘラやな。ごめんごめん、いらんこと言ってた。ほんまごめん。おはようございます。ゴブリンズマーケットの山です。トリピカリ TV のカズキです。お願いします。はい、今回は高層機さんの、うん、商標8。おー、商用やね。
商用、うん、ちょっと違うんよね。そう、これ裏に四国印で商って書いてる、うん、書いてるからちょっと違うけど、まあまあまあそんな大差ないでしょうっていうことで、うん、情報軽く。新時代の高粘着性テンションラバー、うん、おー今に合ってるんちゃう。じゃあ今のトレンドよ、粘着テンションっていうの、それのだから強評バージョン。ああ、なるほどな。カズキは知ってるこれ。僕一回自分で買って試打したんですけど、うん、3日ぐらいで浮いて。3日で浮いた。浮いて捨てました。僕の動画のタイトルで、うん、僕が強いのか強評エイトが弱いのか。ああ、なるほど。強評って言ったらな、やっぱ主流なんはネオやからな。ネオ3、ネオ3、ネオ2、うん、まあ、そこにエイトが入ってくるかどうかみたいな感じが。強評ユーザーとかその中国製の用具のユーザーってめちゃめちゃおるよ。眠ってんねん、やっぱり。強評出した時とか、うん、コメント欄がドゥワーッ。あ、すごいんよ。強評の人がすごい。あれな、もっと言ってほしい。もっと知識こっち貯めてな、強評選手権とかちょっとやりたい。どんな選手権だよ。だから強評のクイズ、あーこっちで考えてちょっと視聴者の人とバトルしようぜみたいな。まあちょっとやっていきますか、打っていってね。そうですね、まあ、テンション技術によってスピードが 15% アップしたと、うん、だから今までのよりさらにスピード出るんじゃないか。弾むってことね。そうそうそう、はい、わかりました。それでは手段の方やっていきたいと思います。チェスト、ひょうひょうといえばやっぱりね、カズキさんですよ。どうぞ、さっき、はい、さっきどうぞ。なんか、酔わない。切腹とか。ああ。なあ。ラリーしたらゴンゴン食い込まれる。うん、そうやんな。多分、ダメなんやろな。ひょうひょうらしさがないやろな。なあ。全力で処理して。処理したらちゃんと曲がってる。なんで。飛び出してる感じがあります。ああ、強々っぽくはない。強々っぽくは。ああ、なるほどね。だから今のラバーに近いんじゃん。ただめっちゃ中途半端。ああ。そういった絶対テンション使った方が。なるほどな。いいやつ。うわ、めっちゃどう。おお、分からん。どう、ターボオレンジとかもあったやん。ターボオレンジよりはマシ。どんだけ悪いね。いやいや、ターボオレンジはさっきこうやって空中に打ったけど、あれで急にピューってどんどん落ちたりする。ああ、なるほどな。それはない。うん。まあ、荒れる感じはやっぱり残しつつなんじゃん、強評の。うわー、すごい。すごい、めっちゃ飛ぶな。うん、使おうっていうラバーじゃないよな。難しすぎる。情緒不安定の方。そうやんな、メンヘラやな。ごめんごめん、いらんこと言ってた。ほんまごめん。うわー、すいません。そんなに勝ってるんで。
お前待ってないやろお前。めっちゃいいけどな。たまにあるよな、そういうラバー。クロスめっちゃいいみたいな。なあ。おお。ちゃんと当たったら、やっぱ英語。それな。もうええんちゃう。だって無理ちゃう、まあ、こんなラバーなんすよなあ、そうやんな、ようわからんラバーやねんな、わかるわ、うん、とりあえず浮くまでカウンターやってみようやこれむずいな、こんなむずいと思わんかったわ、終わりも見えないし、でもあのバックはめっちゃいいって言うねん、中国の選手結構、うん、結構使ってんねんって、これブロックしてる、あ、オッケーオッケーオッケー、なんかテーマパークみたいだったら今な。バックって言われたら、うん、納得できる感じはある。そうやろ。だから競技ってあんまりバックメインみたいな、ないやんか、フォアやんか、バックやねん、バック用ラバーなんや、有名選手結構多いんよって言ってた、あのマニアの人が、うん、あの人例のあの人、ごめんな、ちょっとボルデモートみたいなってそうそうそう一回だからバックでストップストップチキータだけやってみる、ほら、バックいいねんて、ほら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 、洗脳かもしらんけど、ちょっといや、でも、なんか言ってることは分かるよ、そうやろ、あ、ごめん、早めに言うべきやったん、俺がな、ごめん、ごめん、お疲れ様です、お疲れ様です、今回は、高層木さんの拒否はいいと指導させていただきました、どうでしたか、破天荒、もう情緒不安定みたいな動画する時がいっぱい、うん、だから言ってたやつよね、メンヘララバーよね、メンヘラ、うん、かなりね、うん、多分スマホ持ってたら画面バックバックまあどっちかというとそのバックよりやね、せやな、フォアかバックか言われたらバックの方がおすすめ、うん、おすすめもできるかどうかわからんけど合うんやったらバックじゃないかと、点数だけ決めとく、もうさっさと終わりたいしな、これ間違いない、何点ぐらいやろ、大体45点、うん、めっちゃ悪くはないんや、そうやね、いけたらすごいいいボールも出るし、うんうん、バックやったら使えるかなとか、あ、なるほどね、まあ、使えって言われたら、まあ、あ、分かりましたね、あそんな人おる以上、ゴブリンズマーケットでした、難しいな、これむずい、45もあるんや、5点辛すぎ、何点なん、5点、5点、なんか求めてる教評と全然違うすぎる、俺の中で5点目星やから、あ、違う、教評シリーズの中で、あ、教評シリーズの中で、あ、あれはじゃあ、カズキも何点やったの、目星が100として、うん、2打ったことないんですよ、うん、木星は何点やったの、木星は教評シリーズじゃないんで、うん、だから木星何点、木星だけやったら、あ、木星だけやったら、うん、まあ、それは言い過ぎやって、え、何も言ってないんだけど、魔法ね、先週の魔法をかけてくれるリアルなんぼ、いや、もう切ってるから大丈夫、リアル5点、え、こいつとじゃあ木星は一緒、一緒よ、両方求めてるラバーではない、あー、え、ど、何を求めてる、なんで欲しいって言ったん、木星、いや、買ったっすよ、木星は、あ、そうな、でもその後にいっぱいもらっとったよ、その後表がいっぱい入ってたっていう、別にいらんかったのに、いや、ありがたいです、オッケー、よかった、聞いてないんで。